のタレを絡ませてください。あー、いいですね。じゃあ、さゆうです。ということでですね、今回ですね、まあ僕もまあ結構な領域になってきた、領域展開、領域展開、ファンに怒られるかよね、まあ、ちょっとこれ酒の領域になってきたので、流行ってるものは全て取り入れていくっていう、このチャンネルのこのチャンネルのあー、ということでですね、今回はですね、限界ラバーズの僕でもできるそんなレシピがあったんですよ。あ、シラフの僕開発してたんですよ、実は。それはね、何かというとですね、黄金鶏チャーシューっていうねレシピなんですよ。これがね、本当に酔っ払いに優しいレシピなんですよ、これ。なぜかというと、すごく工程が少なくて、なんとね、材料たった2つだけなの。めちゃめちゃ簡単で、もう包丁も使わない。だからですね、今回包丁も使わずに激うまな鶏チャーシュー作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。やっぱり調理時間が短いのすごくチョッパーレシピなんで、なんで肉の内部をね染みさすためにある一工夫をしていきます。これじゃあ皆さんフォークを持ってください。フォークを持ってください。下にまな板とか引いた方がいいですね。これ貫通するかもしれないね。でこれを肉の面と皮の面両方やっていきますね。そうです、そうなんです。でこの、僕はいつもこの保存容器、鶏肉ね、ぎゅうぎゅう押し付けます。そしてですね、ここに黄金の味です。他の焼き肉のタレもできるんですが、僕おすすめの黄金の味ね。そう、そしてここに黄金の味を大さじ3半ですね。そしてね、入れたらこうやって全体的にこの黄金の味のタレを絡ませてください。こんなもんでいいです。15分ほど漬け込みましょう。じゃあこれちょっとラップしましょうね。これね、ラップして15分ほど漬け込みますね。15分はもう待ってください。それでは15分漬けておきました。この鶏肉ね、これをですね、ラップした状態で600ワットまず3分チンします。いらっしゃい。で3分間はもうこのハイボール飲みながら待ちます。はい、ということでですね、3分チンしたのでこちらでございます。うん、これね、結構火通ったの。ちょっとね、これひっくり返します。ひっくり返してまだね、生焼けのところありますね。で、ここで1分40秒から2分ぐらいね、チンしていきます。これはね、お使いの電子レンジなんてちょっと違うんですが、これはもう、様子見て。はい、じゃあできました。開けてみましょう。パッ、あ、いいですね。わかんと、これですよ。これで切ります。あ、いいですね。あ、いいですね。よいしょ。あ、完璧ですね。火が通ってなかったら再度ね、50秒とか40秒とかやっていただくとすぐ火が通りますから。はい、じゃあですね、盛り付けいきます。もう1枚ですね、ちょっとねこうやって押してこのままだと、タレがね効いてないんでね、この残ったタレをここにかけていきます。これですよ、鶏肉のチャーシューでございます。でね、もう余計なもういらん、もうこれだけでこんなに簡単でこんなうまくていいのかって思いますよ。さあ、できました。さあ、できました。ありがとうございます。いいですね。じゃあいただきますよ。ハイボールと完璧な相性だと思いますよ、これは。いただきます。あー、すげえいい香り。
え、めっちゃ柔らかい、これ皆さん、これレンジですよ。めちゃくちゃ柔らかくてうまい。このだってさ、焼肉があればまずうまいじゃないですか。これでさ、鶏のチャーシューを作ったらうまいに決まってるよね、これね。そしてここで味変カンフジュレーション。からしでしょ、チャーシューですから。これ甘辛味絶対合いますからね、皆さん。うん、最高に合いますこれ。甘辛い味にこのからしのスパイシーな香り、そして辛みがきて、もうね、ハイボールギョブギョブ飲める。こんな鶏肉を食べられる私はきっとすごく幸せ者なんだと、私はそうやって思ってます。じゃあ次の撮影がありますので、ちょっともうここら辺で追い飛ばしたいと思います。とりあえずなので、ぜひこの黄金鶏チャーシューめちゃめちゃ美味しいんですね。でもどれぐらい美味しいかというと、僕はこんな状態になるぐらい美味しいので、ぜひ食べてみてください。これなんか値札ついてる、値札ついてると俺がどこで買ってるのか分かれちゃう。ちょっと特定されちゃう、特定されちゃう。ちょっと剥がすと、特定されて凸されたことはないよね。凸されたことはない、ないよね。うん、凸されたら俺横でハイボール飲むハイボール10杯ぐらい飲む。そしたら大丈夫。